こんにちは、はじめまして、くじと申します。新潟県在住で制服を着ていますが30オーバーで生きています。私がミス ID で目指していることは本の良さを知ってもらうことと自分の書店を開きたいということです。今回コロナの影響で在宅時間が増えたことによる書店や図書館の利用の増加で読書時間というものが皆さん増えたかと思います。一方その中でもお店を開くことができず有名な書店さんでも閉店せざるを得ないのが現状となっています。それでも個人系の書店さんがクラウドファンディングなどで頑張っている姿もありました。そうやって少しでも私は読書の手助けになるような人になりたいと思っています。あと今回のミス ID のキャッチコピーが今までの少女性というよりかは幅広い年齢の方が受けても大丈夫かなと感じました。その部分で挑戦してみたい、年齢的に諦めていたものへの気持ちをすごく押してくれたと思ったので私は応募させていただきました。以上くじでした。これをご覧くださりありがとうございました。